ヨハン・ファイン・リヒティ・シュヴァインが1779年に描いた恋愛史のミューズ・エラトーの肖像。エラトーはギリシア神話に登場する女神・ニュンペイである。長母院を省略してエラトとも表記される。主にの二人が知られている。以下に説明する。このエラトーは文芸の女神ムーサたちの一柱で、すべてのムーサたちと同じくオーミワゼウスとムネーモシもネ念の娘で、 カリオペー、クレイオー、メルポメネー、エウテルペー、デルプシコラー、タレーア、ポリュムニアー、ウーラニアート姉妹。女上詞、歌唱、舞踏により、愛情を芸術的表現する女神である。旧柱のムーサたちのうち、独唱家を司る。表される、才の持ち物は、縦ごとだが、このようにムーサたちが、細分化されたのは、ローマ時代のかなり後期になってからである。 他のムーサたちと同様、単独の神話はほとんどない。音楽家タミュリスはエラトの子と言われることがある。このエラトはアルカディア地方の木のニュムペイである。アルカスと結婚し、アザーン、アベーダース、エラトスを生んだ。エラトはもともとリュコスラ近くのデスポイナ女神の神域のパーン神域に仕えた巫女であり、参拝者に神託を伝える役目を果たしていた。 しかしパーンの新域が信託を行っていたのは古い時代のことでパウサニアースの時代には廃れてしまっていた。ありがとうございます。